貴乃花が引退を決めた初場所、関脇千代の富士は初日から14連勝、初優勝のチャンスを迎えます。右四つ、物差し、左四つ、胸が合います。横綱引きつけます。つる、つる、決定戦だ。加納に釣り立ちの勝ちです。14勝1敗並びました。横綱の意地と責任を果たす北の海。大きな壁っていうんですか、立ち合いからこうドーンと突っ込んでいってもね、なんか人間じゃなくてその辺のね壁にドーンとぶつかっていってるんじゃないかなみたいな。弾いてくるんですか。まあそれもそうだし、地位的なものでもそうだろうし、こっちはもうチャレンジしていく方ですからね。もう本当の大きな大きな壁だったですからね。優勝は決定戦に持ち込まれ、再び北の海との対決です。茶の間の意見も分かれていることでしょう。いよいよ同点決勝です。昭和56年初場所優勝をかけます。頭をつける千代の富士、出る北の海、ってだけですね。あともう場内がワン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 で、もう何が何だか、そのうちに座布団が飛んでくるしね。どの辺でこう自分の優勝したんだなって気持ちになりました。まあとにかくこの出し投げ打って両手足をついた、それでやったんだなっていうのは気持ちはありましたけどね。ほんとほっぺたでもその時こうキュッとつれてみたいようなね、心境だったんですよ。次回は千代の富士に。